皆さんこんにちは、それでは秋から始めるから重要事項をコンパクトに学ぼうというところで、スマートコースのね、秋から始める方向けのガイダンスを始めていきたいと思います。担当はレックセンニコ氏の弁理士の馬場です。改めまして皆さんこんにちは。はい、スタートから少しカミカミでしたが始めていきたいと思います。で、今日、ガイダンスというところでまさにね、この弁理士試験を秋からねこれ始めていこうと。私はいいと思うんだよね。やっぱりね、勉強というのは始めるぞと思った瞬間がまさに始めるタイミングというふうに思っています。だから、弁理試験を秋から始めるっていうのはね、春から始めてるっていうようなイメージがあると思うんですけれども、いや、そんなことないですよ。秋から始めても遅いんじゃないですかってね、人によっては来年ね、待った方がいいんじゃないかなと思うかもしれませんけど、いや、もうこれは、もう試験を出るものをね、優先的にして、優先して学習することでね、本番には間に合うんだということです。で、目安としては、ただ確かに、秋から始めて、来年に向けて、一発で、単刀論文、口述っていけるかというと、確かにちょっと厳しいかもしれない。でも、逆算で合格にはたどり着くというふうには、私は思ってます。少なくとも担当試験の突破は目指していきたいな。で、選択科目がある方はプラス選択科目ですかねのところを確実に拾っていくというやり方をしていきたいと。ただそうやっても4法の論文を諦めてるわけではないんだよ。諦めてるわけじゃなくて、うまくいけば合格をね狙っていきたいなと。特にね、論文試験っていうのは一番番狂わせがあってね、要するに受かったぞっていうね、ダメだと思ってたけどうまくいったってこともあるので、うまくいって私はね十分効果が狙っていけるんじゃないかなと思っていきます。ただそのためには当然やるべきことがあります。で、弁理士試験これからね勉強を始めていかれるということになった時に、これ意識していただかなきゃいけないところがあるんですけども、勉強のねやっぱ優先順位というのが非常に大事になってきます。で、私はねいつもこの弁理士試験については言っているのが、これから皆さんが始めようとしていることは勉強ではありません。言い切っちゃっていいのかな。これね、勉強ではない。何かと言ったら仕事です。私よく言ってるんです。弁理士試験合格プロジェクトを皆さんにこれから立ち上げてほしいんです。仕事と勉強の違いっていうのは何かな。あれはね、他のガイダンスの多分映像があると思いますから、そこで詳しく見ていただければね、多分他にもガイダンスの動画上がってると思いますから、そちらを詳しく参照していただければ一番いいんですけれども、よく簡単にねここでも言っておきますけれども、勉強というのは突き詰めるんですよ。勉強は突き詰める。何かっていうとプロセスが大事なんです、ね、その過程がでは勉強です。だからしっかり調べました、考えました、ね、これが非常に重要。ところが仕事というのは結果なんですよ。結果が大事。どんなに検討した、どんなに頑張っても、結局仕事という、納期がありますので、納期を超えてしまうとアウトなんですね、仕事というのは。で、私もね、いろんな仕事を遅れたりもしますけれども、納期がある仕事ってあるわけよ。どうしてもこれについてはここまで出さなきゃいけない。ね、例えば、我々ですと、中間という手続きやってますね。拒絶流通知が来て、特許庁に対して応答しなければいけない。これ期限日がありますから。これを超えちゃうとアウトなんですね。今救済手段もありますけど、やっぱりね、事務所としてはそれはまずいと。ね、審査請求とかも期限が全部あります。だからその期限内に手続きをするということがすごく大事です。だから皆さんもこれから弁理士試験の勉強を目指す上では、勉強ではなくて仕事として捉えていただきたい。って言った時に、まず何を優先すべきかと言ったら、試験の出題頻度が高い内容、これをしっかりやるようにしていただきたいというふうに思ってますね。試験の出題頻度が高い内容、毎年出るところですよ。毎年出るところを必ず優先的にやっていく。で、特に弁理士試験は3つの試験があります。単刀論文口述。その中でも単刀と論文両方で問われる内容、ここを優先的に勉強していただきたいと思ってます。で、それプラス繰り返し問われてる内容、これが今言ったやつですね。例えばね、10年に1回しか出てませんよというよりかはね、2年に1回、いや毎年出てる問題、これもあります。例えば、具体的に言うと、医師法の32とかは毎年出ています。そういったところに関しては、やはりね、しっかりとやっていただきたい。で、それに対して、10年に1回とか、ね、今まで出たことがない分野っていうのは、相当後回しでもいいんじゃないかなと思いますね。それから、私自身、他の講座と比べまして、っていうか、いろんなね、弁理士の講座はあります。これはレックに関わらずね。で、いろんな先生いらっしゃいます。皆さんすごくね、いろんな先生がいるので、いいんですけれども。で、そこの違って私が多分自分の中で思ってるのは、他の先生に比べて多分暗記力が一番弱いですね。
これは謙遜でも何でもなくて、もうこれは自分の弱点だと思ってます。覚えられないですね、昔から覚えることは苦手で、本当にびっくりするぐらい覚えられないんですよ。 でもね、自分が苦手なことっていうのは苦手だって認識してると、そこはプラスに変えられるんですね。例えば私のもう一個苦手なことは何かというと、字書くの下手くそなんですよ。これ字あんま上手くなくて、自分自身が下手だなと思ってるんですけど、でも逆に私字が下手だったから、まあ、もうすごい子供の頃ですけど、まだね、自分が子供の頃って、まあ、ワープロとかってのは全然ない時代だったんですね。で、まあちょっと父親が会社からワープロ持って帰ってきて、余ったのをね、まあちょっとやってみるかみたいな感じで、でまあキーボードなんかまだ全然知られてない時代ですよ。ね、一般の人はね。だからまあ多分私が字が綺麗だったら、綺麗だったら、ね、なんかこうキーボードパチパチ叩いても、こんなのね、めんどくさいよと。書いた方が早いじゃんっていうなってたと思うのよ。とか自分字が汚いから、あ、これなんかね、とにかく打てば、綺麗な字で出てくるぞ、面白いなって、まあそこからキーボードをやり、まあコンピューターが興味持ちってことで、まあ基本的にそのコンピューターをずっとやるようになったんですけれども、だそういえば自分が逆に字が多分苦手だった、下手だったっていうのがあるんだと思う。で、私自身勉強がやっぱ覚えるのが苦手っていうところがあって、じゃあ覚えるのが苦手だからどうしようかと考えたときに、じゃあ覚えなくていいようにしようよと。ね、流れを抑えていけばいいんじゃないの。だから一個が忘れたとしても他の知識があればそこで補えればいいんじゃないのっていうふうに自分は勉強していったんですね。だ自分の講義の中でもやはりそうで、皆さんに覚えてくださいっていうのは極力言わないようにしています。でそれは何ですかね、効率がいいとかなんとかっていうね、後付けの理由はあるんですけど、もう必要にもうやむにやまれずそうなったっていう感じですね。なのでまあその点をやっぱりしっかり重視していると。例えば審査、審判といった核となる内容であったり、拒絶理由、独自制度とかいうですね、そういったところのまあ品質で、かつ流れがある部分については、まず流れをしっかり抑える、入れ物をしっかり作るということを重視してます。で、その後に、あとは、まあ当然ね、これ、それ言うと、あ、なんだ、そっかと、この講座出れば、全く覚えなくていいんだと、それはごめん、それは無理、ごめんなさい、それはできないよ。全部覚えないというのは。でも、覚えるべきことっていうのを極力減らす。例えば、ね、全部でやれば3つで覚えなきゃいけないことを、これ共通ルールで1つに覚えるってことはできるんです、グルーピングすれば。でそれがやっぱり私は大事だと思ってるんですね。だから極力、だから結構ね、皆さん逆に弁理士の受験生って、まあ受からない方とかね、何でも受からない方いるんですけど、どうしても難しい試験だからね、何でも受からない方いらっしゃるんですけど、これね、勉強とかができなくて受からないんじゃないんですよ。逆なのね、勉強ができる人ほど受からなくなっちゃう。でなぜかと言ったら、今言ったら3つ覚えることがあったら3つ覚えるとしちゃうんですよ。まあ、3つってのは結局言ってしまう、まあ、30個ぐらいなんだけど、で1個につき10個ずつぐらいあって、で30個出てきたぞって言ったら、よし30覚えるぞってなっちゃうわけ。でもなかなか覚えられないですよ、もうね。学生の時みたいに勉強だけしてればいいよっていう時代じゃないわけですよね。家帰って勉強さえしてれば洗濯物は終わっていて、ご飯はできてっていう、そういう時代じゃないわけ。仕事もあれば家庭もあるわけです。でなるとなかなか30個覚えられない。だからその30しか、ね、30覚えなきゃいけないことを10個に減らすっていうところがやっぱり勉強としては重要じゃないかなと思いますね。はい。それからあとはですね、優先すべき内容としては、まあ個別、よいしょ。あ、失礼しました。これ画面はこっちじゃなくてこっちだな。よいしょ。個人世代内容ですね。要するにその分野でしか使えない知識っていうのは、まあ後回しでいいんじゃないのということにしています。でそれを踏まえた上で、例えばそのスマートコースはちょっと他の入門講座と違うような流れで組んでいます。で皆さんにこれ秋から始めるとすれば、どこを優先してやっていただきたいかというと、入門講座をしっかりまずやっていただいて、で次にこれ制度イメージ論文ユニットっていうのがあるんですけれども、このオレンジ色の部分がどちらかというと論文中心になってきます。なのでここすっ飛ばしてしまってもいいです。もういきなりここから始めてしまってもいいです。で、ただ論文ユニットは、だいぶまあ論文の勉強する上では、まあ私は重要だと思ってますね、ここはね。なんで、時間があれば見ていただいた方がいい。なんだけれども、まあ今、まさにこれ、ね、秋からと言ってますけど、冬からの人もいるかもしれないね。で、冬からであれば、ここも飛ばしてしまっていいです。まずはもうここをしっかり固めていきましょうということになります。いいですね。で、さっき言った重要項目と主要4項って分けています。で、これはなぜ分けているかっていうと、試験によく出るところと、そうじゃないところを分けているということになります。でまあ、年間の学習スケジュールで今言ったようにここですね、重要項目と主要4法完成講座って形で分けてるんですけれども、でこれについては何で分けてるかと言ったら、とにかく試験で必ずよく出るところをまずこっちでやってしまう。でそこでやった上であまり出ないことをこっちで完成していくというやり方をとっています。
でここについては、担当アドバンス、まあ、これ本当アドバンスなんですよね担当アドバンスとコレモンという教材をちょっと使っていきますですね。はい、で、まあ、重要な項目を、まあ、先に学習してしまうということですね。でその後に、まあ、下山法対策講座とですね、あ、ごめんなさい、私いると見えないね、PCT 攻略講座っていうのがあるんですけれども、あの下三法に関しては学習時期を調整していただいて結構です。で概ね、早くても年明けです。あの2月くらいから全然間に合います。下三法これもう春から始めてる方も一緒なんですよ。私そう言うんですけど、いつも下三法っていうのは、条約、著作権法、不正競争防止法、この3つです。この3つに関しては来年の2月ぐらいからのスタートでも全然問題ないです。ただ今の時期はとにかくまず4法です。特に秋から始める方は4法の完成を急ぐということが大事になります。で、まあ、私のやっているこのスマート攻略コースに関しては通信専用のコースということになっています。で通信で受けるメリットっていうのがやはりいろいろあります。でまず一つ目としてはスタートが遅い。まあね、まあ、正直言えばさっき言った秋からでも遅くないとは言ったんですけど、遅くないってだけで早くはないですね、当然。なのでスタートは遅いんですけれども、通信というのは自分のペースでできますので一気に巻き返しが図れるっていうメリットあります。これなかなか通学だと、あの週ね、あの2回とかってことになってしまうと、自分がね今週は調子いいぞと思ってもなかなか飛ばせないということがあるので、あの一気に飛ばす方はもうバーッと飛ばしていけるというメリットはあります。で一気に飛ばせる、巻き返せるってことは空いてる時間にどんどん進められると。でこのスマート攻略コースは60分1コマになってます。これが他の講座とは違うところ で60分1コマっていうことになると、例えば 1.2 倍速とかね、ちょっとまあ私話すの早いのでちょっと厳しいところあるかもしれませんけど、でも 1.2 倍速ぐらいで聞けば60分の講座も50分で終わりますから、全然問題ないです。それでやってることは一緒ですもんね。あのはちょっと 1.2 倍速にしたらね、どっかの講義が省略されちゃうなら困るけど、そんなことはないわけですよね。だからますます効率よくできちゃうということになります。空いてる時間ですよね。例えば通勤時間であったりとか、そういったところを使っても勉強が進められるという、もうどこでも勉強部屋になると。もうね、社会人は家に帰って机に座って勉強する、そんなことやってる暇ないですよ。うん、あのそれだけでは難しいですよね。はい。それから今言ったように、あの本試験ですね。で後から始めることを意識したスケジュールとなっているというところは、これスマートコースの特徴として通信専用なので結構後から始める方が多いんですよ。で、まあ、今年もですね、まあ、今年とか、まあ去年の受験生ですけれども、本当に1月12月ぐらいから始めたよって方がいらっしゃって、で、まあ、ちょっとその方は遅かったんですけど、でちょっと担当試験、ダメだったという方もね、なってしまったんですけど、でもね38点ぐらいは取れたと言って、まあ12月か1月ぐらいから始めた方だったかな、その方は、うん、だったりとか、まあ、秋から始めた方では、いやいや、なんとかボーダーラインに乗りましたという方もいらっしゃいましたし、だからそういった意味ではまあ後から始める方は結構いらっしゃるんですね。うん、だそれはもう意識したように、さっき言ったように、だから大事なことを後にしたりとか、大事なことを後にしちゃダメだね、大事なことを前もってやったりとかって形で、そのだいぶスケジュールを分散させてるんですね。うん、でそういった意味では、まあ、始めやすいかなと思いますね。で通信っていうのは、まあ、自分の予定、都合との、まあですね、調整が、まあ、容易ですよね。さっき言ったように仕事忙しい時はちょっと見れないけど、今週は時間あるなと思ったらそこで一気に見ればいいということになります。で通信が一番やっぱり不安なのは、やっぱ質問とかどうしようっていうのがね、やっぱ一番多いんですよね。うん、やっぱり我々に何か聞けないんじゃないかと。で実は通学でもそれは実はあんまり聞けないところありまして、そういうもんですよ。皆さん毎回ね、ご質問していただく方はしていただくんですけど、まあ、しない方は本当しないので、生でもね、毎回本当来て帰っていくだけになっちゃうんですけれども、まあ、そういった意味では私の場合はですね、ツイッターをうまく活用ちょっとしていただきたいというところがありまして、まあ、その話をちょっと後でまたしますけどね、うん、まあ、通信の続かないというところは私の場合はそのツイッターを活用することでちょっとうまく調整している感じになります。だからその通信をやる上でのメリットっていうのをフルに生かしてほしいと、フル活用してほしいということになります。うん、でいわゆるさっき言ったように1時間の講義を45分で聞いてしまえばね、うん、1時間の講義を45分で聞いてしまえば15分浮きますから、これで、うん、だから結局4回受講すれば1回分余計に学習できますし、考えるときは一時停止できますから、一時停止できるということで考えるとやっぱり理解度もアップしますよね。で私が時々こう質問もしますよ、これってどうしてでしょうとか、どんな趣旨だと思うって聞いたときに、まあ、ちゃんと一時停止していただいて考えていただければいい、
うん、これがあの生の学習ですと、あの実際待たなきゃいけないですよね、皆さんが考えてること、ま、待たなければいけないんですけど、通信は待つ必要ないんで、だってもうあの受講生の皆さんいないからさ、あ勝手に私が、はい、何でしょうって言ったら皆さん一時停止してもらって考えればいい。だから60分の講義をまるまるちゃんと60分使えるというメリットはありますね。はい、だから、まあ、通信をこれから皆さんが勉強していこうということであれば、やはりその通信の学習のポイントをしっかり押さえていかなきゃいけないということです。で、特にやっぱり一番大事なのがこの一つ目、スケジューリングですね。うん、でこれをあのしっかり組むようにしていただきたいというふうに思ってますね。このスケジューリングが結構いい加減だと気がついたら終わんなかったとかっていうことになりますので、で私が言ってるのは勉強時間に関しては例えば1週間に20時間ですね、1週間20時間っていう時間を確保していただいて、そこの中で割り合わせてほしいと思います。でそれからやはり質問できる体制を作っておくと、まあ、さっき言ったツイッターとかを活用することによって、まあ、分かんないことがね、聞いてみようと。で実際聞くかどうかはあの、まあ、皆さんにお任せするんですけど、ただやっぱりそういう姿勢を体制を作っておくってことがすごく大事です。でそういうまあ通信のメリットですよね、今言ったようにちょっと倍速で、倍速とかの 1.2 倍速とか 1.3 倍速で見てみるとか、調子のいい時は先に進めるとか、そういったところについてのメリットっていうのはフル活用してほしいと。それからまあ日々の学習ですね、日々の学習の確認というところで、これ実はツイッターにね勉強結果をつぶやくっていうのは非常にいいんですけどね、まあ、ちょっとこの話はまた後で簡単にします。で最後、まあ、試験勉強を常に意識すると、まあ、試験勉強ですね。で、まあ、勉強っていうのは仕事だって話をしたんですけれども、もう一個はこの試験だっていうことをしっかり意識してほしいっていうことですね。だからあまり突き詰める必要がないというか、簡単に言うと点数が取れることをしっかりやってほしいっていうのが私の考え方です。実際私の講義も全部そうですね。点数が取れることはきっちりやりましょう。点数につながらないんだったらあまり気にする必要はないんじゃないということになりますから、点数につながる勉強というのをねきっちりやってくださいということになります。でこの1年合格スマート攻略コースっていうのが、まあ、いくつか特徴がありまして、まあ簡単にだけここに列挙してますけれども、ちょっと今回はね全部説明する時間はありませんので、他のちょっとガイダンスの映像があると思いますから、そちらを見ていただければいいと思うんですけれども、まず秋から始めるというところで、そこをちょっと中心に話したいと思います。で入門講座についてですけれども、はい、うん、このまあ予習、講義、復習という、まあ、3つの流れになります。で、これもんという教材、ちょっと今後で説明しますが、これもんという教材を使ってですね、担当の問題を見つつやっていただくのが、まあ、一番効率がいいかなというふうに思っていますね。で入門講座については、足踏みをするんではなくって、もう一気に駆け抜けちゃってください。で、これは早く見終われば見終わるほどいいです。で、どっちにしても私よく言うんですけど、どんなに丁寧にやっても忘れますんで、勉強って。そんな気持ちで見た方がいいですよ、気楽に。全部やらなきゃ覚えなきゃってやると焦ってしまうんで、そうじゃなくってどうせ忘れるんだと、ね、細かくやっても忘れるんだから、だからもうざっとでいいんです。で入門講座の目標としては、あ、その言葉聞いたことあるぞっていうレベルに持っていくことが大事です。その言葉聞いたことあるぞ、だからテキスト見て理解できれば十分なんです。これテキスト見て覚えてる必要はないんです。テキスト見て、あ、こういうことだよね、例えばいきなり46重の特許出願と出てきて、多分今だと分かんないでしょ、なんだと46重の特許出願ってなるかもしれませんけれども、勉強終わった間は、あとはね、あれかと、うん、あったよねそんなのって、そのレベルで OK です。じゃあ例えば細かい要件がいつですかとか、技術評価書との関係はどうなってましたとか、そこまでいらないです。そこまでいらない、うん、まあ、テキスト読めば分かるからね。でテキスト読んだら、あ、確かにそういうことだねっていうレベルになっていれば、入門講座はもう卒業です。テキストで分かんないとなっちゃうとね、やっぱそこはちょっと中心で復習していかなきゃいけないですけれども、やっぱテキストを読んで分かるよっていうレベルに持っていけば一番かなと。で入門講座はもう素早くやっちゃってください。で、ポイントは、重要項目の方になっていきます。で、重要項目に関しては、教材としては担当アドバンスとコレモンというのを使っています。で、私自身の講座では、そのコレモンっていうのをかなり活用していまして、で、まあ、講座の中でごめんなさい使ってないんですけれども、何かと言ったらこういうですね、条文ごとに、まあ、これ判例が入ってますけど、条文ごとに担当の過去問を載せてるんですよ。条文ごとに担当の過去問を載せてるということになりまして、要するにそれを見ることによってですね、その条文に何の問題が出てるかっていうのを理解していただいているということですね。
で、まあ、実際に例えば、講座で使っているものをですね、お見せしたいと思うんですけれども、こんな感じですかね。これ今102条っていうところで、まあ、条文があって、これに対して、まあ、これ1個は判例が載ってるんですけど、それ以降はこの今までの過去問を全部、例えばこれだけ102条に関連する問題をこうやって載せてるんですね。で、これをやることによって何をやりたいのかといったら、試験で出る範囲の射程範囲というか、この条文はここまでは聞かれてるんですよっていうところを明確にしていきたい。だから102条っていっぱいあるでしょ。だからすごい出てるんです。ちなみに平成14年から平成30年まで全部載ってます。で、103条なんか見て、これ2つしかない。ってやると勉強するときに強弱がつけられるでしょ。あ、103条ってあんまやなくていいなって思うじゃないですか。そういうことよ。だからこれがすごく大事です、戦略上、試験戦略上は。で、私はこれをまあ、お配りしていまして、4法、まず4法ですね。で、まあ、まあ下3法もありますけれども、まあ、それに基づいて皆さんは自分で落とし込みって作業をやるんですけど、4法対象に、まあ、これ講座の中で説明しています。結果的にやっていただきたいことは、今言ったようにまず過去問の範囲をしっかり潰すと。で、通常の過去問集はこれ問題がバラバラに出てきますんで非常に勉強しにくいんです。で、それから足別の問題集っていうのも時々あったりするんですけど、一問一答集、これは本紙の過去問が必ず出てきてるわけではないのと、あと要するに問題がダブってる問題は多分消すんですね。だから要するに論点ごとに、まあ、足別があるので条文の確認とかにはすごい最適なんですけど、今言ったように私がやりたいのはそうじゃないんですよ。あ、同じ問題も何回も載ってます、年度が違えば。ってなると皆さんとしては、あ、これ何回も聞いてるじゃんってなって、じゃあまずはそれを覚えよう、うん、要するに複数回出ている論点に関して、で、論点ってのはごめんなさい、試験のポイントなんですけれども、その担当試験を解くポイントね、それが同じポイントで3問も4問も解ける問題があるわけ、問題とかポイントがあるわけよ。3問も4問もさ、解けちゃうポイントが、だそれは優先的にやらなきゃダメだよね。うん、その問題解いて他の問題が解けるようになるっていうのは非常に効率がいいじゃないですか。だからそういうふうに共通のグループですね、グルーピングをどんどん作っていくって勉強が大事。それによって頭の中にいる知識量を減らしていくんですね、うん、だそれが効率よく勉強するやり方です。で、そのためには何が活かせるみたいに条文ごとに過去問を勉強するのが一番いいです。で、それを実際の市販の過去問集でもできるんですよ。例えば120の条文だけ問題だけ拾ってけばいいんですから、いっぱいこう何回もね、チラ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 見て、ただそれは大変だと思いますので、そこの負担は私がしますよと、その作業はね。あとは皆さんはそれを使っていただいて、条文ごとにどういう試験の問題が出ているのか、どういう範囲が出ているのかっていうのを勉強していただければいいと。で、当然まあ講座の中では、担当アドバンスでレックのこのテキストがありますので、それを使って説明してるんですけど、合わせて今やったこれもんを使いながら、あ、この条文に関してはこの問題を押さえておけばいいんじゃないのということですね、を見ているという感じになります。はい、で、あ、ごめんなさい、これもんだね。で、切り替えて、こちら。こんな感じです。うん、だから、で、過去問を、まあ、条文ごとに整理することによって、過去問から条文の重要な要件を抽出していくと。とりあえず、過去問の範囲を完璧に。で、過去問の範囲を完璧にできれば、試験には合格します。ここが重要です。いいですか。過去問の範囲。だから、やるべきことはもう決まってるんです、皆さん。過去問の範囲を完璧にする。で、これができれば合格レベルに乗りますので、乗ります。なのでそこをまずしっかりやっていただきたいっていうのが1点ですね。で、ちなみに論文については、一応スマートコースにおいても同じ論文もですね、論文コレモンっていうのを使っています。で、結局論文っていうのは何を書くかっていう項目を出して、実際に答案を作るということによって論文は作れます。だ、何を書くのかといった項目、ユニットというか部品というか、それを抽出する作業と、その書くべき、じゃあユニット、何を書くべきかというのが決まれば、あとはそれをじゃあ書くものをですね、うん、書くべきユニットを答案に記載していくっていう。だから問題文を読みます。あ、この問題文だったらこれとこれとこれを書こうっていうのがこっちです。これを項目出しって言ってます。で、その出た、例えば今3つ項目出たら、その3つに対してじゃあ何を書こうっていうことをやっていただければいい。特に今年の問題なんかも、特許法とかであれば平成30年の問題、論文なんかでもかなり細かい論点で問題ごとに切られてるわけですね。まさにこの論文についての一個一個の項目について上がっていれば、それを組み合わせていれば答案ができてしまうということになります。で、それをまあ活用していただきたいのが、今度は論文コレモンってやつですね、うん、まあ、ちょっと短い論点を抽出するための問題と、こういう短い定型も載せています。
でこれをしっかり学習することによって実は論文対策っていうことが取れるということになっています。でまあこれちょっと始める時期にもよりますけれども、秋から始めているのであれば、まあ、少しやっていただいた方がいいかなと。でこれをしっかりやっておくと、担当試験後に論文の勉強がかなり楽になる。あとはこの一個一個のね部品が分かってる、ユニットがね書くべきこうユニットとかパーツが分かってますから、あとはさっき何を書くかっていう項目さえ出てくれば書けるんでね、答案、うん、っていうところになりますので、論文の対策に関しても、まあ、きっちりと進められると。私はさっき言ったように来年の担当試験の合格を目指してくださいとは言ってますけど、論文を諦めてくださいってつもりは一言一個もありません。論文だってうまく突破しましょうよという気持ちある。秋から始めてるから遅いか、そんなことはないです。ただちゃんと時間は取っていただかないと、講座に出たら受かるわけではないです。いいですか、そこを勘違いしないでね。講座はきっかけに過ぎませんから。今言った論文コレモンとか担当コレモンを使って皆さんがしっかり勉強作業していただくということが大事です。そのきっかけを私は与えているもの、そして皆さんの勉強方針の修正をかけていくと、あそっち行っちゃダメだよとかっていう作業を私はしているという、皆さんの手助けをしているだけですからね。はい、しっかりと学習していただければと思います、そこはね。で、まあ、最後になるんですけれども、まあ、私自身は、今言ったように、まあ、完全に試験に特化しているんですね、講座自体は。だからもう試験に出るところをしっかりやってくださいと、出ないところは無視していいですと。ただその判断ができないですね、皆さんやっていくと。なのでどうするかと言ったら、よしと、じゃあツイッターをやろうよということになっていまして、結構私の方はツイッターを活用してくださいということで言っています。で例えば今これ上にですね、まあ、スマホだと見れないかもしれない、コンピューターでこの URL を打っていただくとですね、これ今年の受講生のつぶやきが見れますけれども、皆さんやっていただかない方、結構この時私言ってるんですけど、ツイッターやる人とやらない人がいまして、でツイッターやっていただけると何がメリットがあるのかっていうと、例えばさ、こう分かんない時に私にねリプライで聞いていただければ私答えますから、うん、私もこうやって皆さんとやり取りをしたいんですね、とかさ、あとは、まあ、なんかこう、つぶやいていたら、まあ、ちょっと気になったら私もこんな風に言いますよね。今日は講義3時間見たと頑張ったと。復習で問題解いたら全然わかんないと。もう頑張ってないやと。もう非常にへこんでますよね。だからいやいや、それは無理だよと。今の時期は過去問ね、やるなんてのはできないですよってアドバイスもできるじゃないですか。で、こういうね、つぶやきを書いていただくっていうのが非常に有効で、で実際に、まあ、合格体験記とかを見ていただくと分かるんですけど、スマートコースを含めて私の受講生はツイッターを活用する人はかなり受かってるんですよ。てか受かりやすいんですよ、やっぱり、うん、でまた、あ、まあツイッター活用してないから受からないってわけじゃないんですけれども、結構ツイッターをやっぱりやってみてよかった。で特にやっぱスマートコースとかの場合は他の人の学習の進捗状況も分かったりとか、まあ、そういったところもあると、うん、いうのがありますんで、まあ、結構モチベーションの維持に役に立った。まあ、逆もあるんだけどね、焦っちゃうとのね、自分が勉強できないときに他の人が勉強した2時間したとかって書くわけですよ。で一番いいのはやっぱ何をやったかをしっかり書いていただくと、今日はこれをやったんだ、今日は選手権これやった、これが分かったとかっていうことを内容を書くとやっぱ一番いいんですけれども、うん、でそれをやっぱり人のを見ちゃうと焦るとなるんですけど、焦ってダメだと思ってるようじゃ受かんないですよ。やっぱりよし焦った、よし頑張ろう、そう思うようにならないと、やっぱりこれから秋から始めて来年の担当試験突破できますかと言ったら突破できないです。うん、そこはやっぱりよしやったるぞっていうその気持ちがすごく大事じゃないかなと思います。はい、というところでね、弁理士の試験に特化したというところで考えたときに、じゃあ秋から始めて間に合わないかと言ったら全然私はそんなことないと思ってますんで、ただ余計なことやっちゃダメよ、うん、余計なことやってはダメなので、その自分がやるべきことですね、さっき言った試験で出る範囲をきっちり理解するというところが大事になりますので、そこを中心にね講座の中ではやっていきますので、ぜひね皆さん来年の担当試験の合格、そしてうまくいけば論文試験、口述試験という形で一気にね取っててしまう。かっこいいじゃないですか、秋から始めてさ単論口述全部一気に来ましたってさね、いいと思いますよ、そういうモチベーションで、あ、かっこいいなと、私はそう思ってるんでね、ぜひ皆さん一緒にね勉強始められればと思います。特に最近法改正がかなり、今年は多くてですね、これからもいろんな法改正が予定されていて大変な年度です。うん、だから落ち着く前にやっちゃった方がいいです。実は再来年もかなり改正が入ります。不正競争防止がかなり変わるというのと、今 TPP 関係がどうなるか分かりませんので、結構改正が動く年ですね、今年来年、まあ、再来年ちょっとどこまでか分かりませんけれども、かなり動く年ですので早めに動いていただいた方がよろしいんではないかと思います。
はい、特に、まあ、あとはですね、一旦担当試験で免除切れてしまったという方もですね、結構スマートコースは再受講の方も多いというふうに、見ていますので、やっぱりそういった意味では、まあ、自分のペースで勉強を始められるというのは一番大きなメリットじゃないかなと思います。はい、というところで、今回は私のガイダンスはこれで終わりにしたいと思いますので、ぜひね、皆さん来年の合格を目指して一緒に勉強できればと思います。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。皆さん、これからよろしくお願いいたします。ありがとうございました。